JBCF レッキーズ開幕戦、J プレツアー復活戦、さあ、第1回の JBCF スポンサークリテリウム予選1組目、さあ、今スタートしてきました。ここからはクラスター P1 レース予選1組目、合計で32名の選手で争ってまいります。競技時間は10分プラス2周回。さあ、この中で16名の選手が勝ち上がってまいります。さあ、この P1 カテゴリーに関しましては、3組に分かれてやってまいります。まあ、合計で、97名の選手ですかね、それぐらいたくさんの選手の参加もありますので、大体およそ30名ちょっとの選手で、3つに分かれてレースを行います。まあ、その中で16名の選手の勝ち上がり、さあ10分プラス2周回という非常に短い、レースの中で行われますからね。ここはどうなっていくんでしょうか。さあ、しっかりとレースの模様を確認していきたいと思います。今1周回を終了してまいりました。1周回を終了してまいりました。さあ、それではラップタイムなんですが、1分58秒、かなり早いですね。P1 クラスター、1分58秒、1周回終了して1分58秒という形になっておりますね。32名のですね、先頭、これすごいですね。さあ、トップの選手なんですけれどもね、今絶対ナンバー185番の飯島誠選手、元オリンピック選手です。元オリンピック選手と飯島誠選手が今現在トップでですね、このコース、全体をですねやっております。昨年は参加していなかったんですよね。で、今年から復活という形で、オリンピック、選手ね、3回ぐらい出たというね、話を聞いてるんですけどね、ぜひ最後にいたしまして、アクアタマ今回、参戦をね、グループアクアタマで、参戦をしております飯島誠選手、これはかなり注目株というかね、これはどうなっていくんでしょうか。新たな新体制となりまして、今回参戦チーム新規、プロ参戦チームのチーム1をキャノンデールスペースプロポイント、そしてバックレーシング、チーム編成も変わりまして、ここからどのような、力か、そういったものがいろいろあるのか、そういったものを見て、いただくことができるような、そんなレースになるのではないでしょうか。さあ、2周回を終了しまして、ラップタイムが2分と3秒、決闘は、決闘だけが、ね、入れ替わるような状態で、レースは集団で展開をしつつあります。週間以降は展開していくかというふうに予想されますので、おそらく、7周回という先ほどのレースと同等7周回でレースは始まりそうな予想です。
さて現在、3周回を終了しまして4周回目へと入っているところ、現在絶点ナンバー15番の宇都宮ブリッセンの初山翔選手が、現在トップで、ラップタイムが2分と3秒先頭に、集団で固まってのレース展開を行っています。まあ、初山選手、絶景ナンバー15番の絶景をつけまして、今回宇都宮ブリッセン昨年のランキングでは第総合ランキングは8位の成績を収めまして、今季、現在この時点ではトップとなっております。他にも、まあ、このカテゴリー予選1組目では絶景ナンバー4番ですね、島のレーシング新人でございますね、野中龍馬選手、今回は畑中選手は、参戦をしておりませんので、この予選1組目には、島のレーシング、チームでは、1人の選手1人が、出走しているという状態です。まあ、他にも、先ほどお伝えしておりました、元オリンピック選手でもありまして、昨年は、参戦をしておりませんでしたが、今季からまた参戦をしております飯島誠選手、グループ赤頭からの参戦、他にも、チームブリヂストンアンカーから移籍をしておりまして、今回、新体制になっておりますチーム右京、加納智也選手も参戦ですね。他にもバックレーシングであったりとか、様々な、有力株、注目株がいまして、32名の参戦となります。さあ、今回、絶景ナンバー177番のクラスター E1 からですね、昨シーズン E1 で1位のランキングになっておりました、岡安本選手ですね、キャノンデール成績0ポイントからですね、今回 T1 カテゴリーへと入っておりますね。これらのレースの展開に注目をしていきたいと思います。さあ、ラップタイムは至って安定した状態、2分4秒、4周回終了しまして、2分と4秒となっております。帰ってきまして残りあと2周回、そんな予想ができます。今回の T1 クラスター T1 予選1組目、32名の出走となっております。4周回で確定となりました、今4周回終了しまして5周回目あと、もうわずか合計で7周回でレースは終了の運びとなりそうです。さあ、ここで回ってまいりまして残りあと2周回となります。残りあと2周回となります。さあ、まず帰ってきまして、さあ、今、集団で、さあ、残りあと2周台。さあ、ここから、レースの展開は大きく変わってくるのでしょうか。さあ、先ほどの6周回終了してのタイムなんですが、2分と8秒経っております。先ほど初山選手宇都宮ブリッセン10時5番の絶景をつけまして、まあ、昨年8位総合プレイヤーのランキングで第8位ということでね、サポーターの人たちもね、こうやってるかもしれませんけれども、さあ、ここでやっぱり最終回でレースは動いていくんでしょうか。さあ、これはぐるっと帰ってきましたら、レースのね、展開は最終回へとレースもつれ込んでいます。この実況スペースから、後ろの再生点のところまでですね、の高台まで、移動していくわけなんですが、さあ、この P1 のカテゴリーに関しましてはどうでしょう、間に合うんでしょうかね。レース、さあ、この後回ってまいりまして、いよいよジャンが鳴りまして最終回へと入ってまいります。この後ジャンが鳴りまして最終回へと入ってきます。さあ、帰ってきました。
さあ最終回です。最終回へと突入。さあそれではチーム長の加納選手、ゼッケンナンバー201番加納選手が、現在トップで最終回へと入っていきました。さあどうなるんでしょうか。さあ最終回です。さあそれではトップ集団になりますけれども、今登場の広場、大きく旋回いたしまして最低点に向かって下りへと入ってまいります。さあここで集団が少し少なくなったように見受けられますが、何か落差もあったというふうな話も聞いておりますが、詳しいことは分かっておりません。さあこのまま最低点通過へと上りのエリアへと入ってきます。さあここで、かなり人数も減っているような状態にありますが、どこかのあたりで落差があったという情報も入っておりますがどうなんでしょうか。さあそれでは、野球場のグランドエリア、この外周を回りまして今ホームベースから、ライトのあたりに入っているんでしょうかね。このライトステンのあたりから、少しだけ大きく、このコースが若干広くなる、ポイントもあるわけなんですよね。そこから登ってきてどうなんでしょうか。さあそれは見えてきました。さあここで16名の選手が、16名の選手が立ち上がっていくわけなんですが、最終スプリント、まあ、日産では確認できないので通過してきました。さあ16名の選手が B1 のね、カテゴリーでは決勝進出になるわけなんですが、さあ途中で最終回でも、前半のあたりで少し、転倒などがあったというような話を聞いておりまして、最後かなり絞られてしまった模様です。さあ結果としてはどういう状態だったでしょうか。さあ手元のね、モニターでなかなか確認ができなかったんですけれども、